新型コロナウイルス感染症に関する特別措置法の改正案が昨日成立いたしました。これにより今後万が一緊急事態に至ったと判断した場合、この法律に基づいてまん延の防止と社会機能の維持のためさまざまな措置を取ることが可能となります。この国家的な危機に際し、政治的立場の違いを超えて国民への責任を果たしていくべきである、その思いを共有していただき、速やかな国会審議と法案の成立に多大なご協力をいただいた与党野党のすべての関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。さまざまな私権を制限することとなる緊急事態の判断にあたっては、専門家のご意見も伺いながら慎重な判断を行っていく考えであります。現時点において感染者の数はなお増加傾向にあります。しかし急激なペースで感染者が増加している、諸外国と比べて我が国では増加のスピードを抑えられている、これが専門家の皆さんが今週発表した見解です。 WHO が今週パンデミックを宣言しましたが、人口1万人あたりの感染者数を比べると我が国は 0.06 人にとどまっており、韓国、中国のほかイタリアをはじめ欧州では13カ国、イランなど中東3カ国よりも少ないレベルに抑えることができています。現時点で緊急事態を宣言する状況ではないと判断しています。ただし事態は時々刻々変化しています。高い緊張感を持って事態の推移を注視し、国民の命と健康を守るため必要であれば手続きにのっとって法律上の措置を実行する考えであります。来週にはいよいよですね、聖火を日本に迎えることになりますし、私自身26日には福島を訪れて、聖火リレーのスタートに、立ち会わせていただきたいと考えています。今後とも IOC ともよく連携をしながら、また当然 IOC も WHO とですね、緊密に連携をしているわけでありますが、我々としてはですね、とにかく、この、感染拡大を乗り越えてオリンピックを無事予定通り開催したいと考えています。